皆さんこんにちは、ナノーネ。私はデュエルアカデミアで教員をしているクロノスナノーネ。今回は保護者様の皆様に我が校のシステムを紹介しますノーネ。ここからは代理の私がご説明させていただきます。我が校はデュエリスト養成を目的とした学校になります。プロゲーマー、YouTuber などが職業として認められている昨今、デュエリストが職業として認められるのはもはや時間の問題でしょう。本校は完全寮養成になります。寮はランク別に3種類存在し、オシリスレッド、ラーイエロー、オベリスクブルーが存在します。ランク別にしている理由としては、生徒同士の競争により実力を磨いていくことが目的となります。デュエルディスクは学校側から支給するものを使ってデュエルに励んでもらいます。次に本校で行われる行事ごとについて。行事ごとは毎年変わり、1年間生徒たちの学校生活を楽しませます。去年は三元魔の脅威に、機械の結社襲来、異次元世界に学校ごと転移されるなど様々な行事を行いました。他にも楽しみがいっぱい。特に購買で販売されているドローパンは窃盗被害が起きるほど人気の商品になります。また本校にはとても個性的な生徒が数多く在籍しています。ガッチャが口癖のドロップアウトボーイに、背中にワニを背負ったやつから語尾がザウルスのやつまで、多種多様なクレイジーな生徒たちが在籍しています。学校生活が楽しくなること間違いなしです。勉強はまあ最低とかそこら辺を学びます。多分。いかがでしょうか。デュエルアカデミアはいつでも新入生を募集しております。ご視聴ありがとうございました。